今回ある調査のため向かったのは都内の居酒屋。皆さんはどっちですか？失礼いたします。お待たせいたしました、鶏の唐揚げでございます。はい、どうぞ。居酒屋の定番メニュー、鶏の唐揚げ。レモンかける？それともかけない？くだらないって？さあ、今日の特集は世の中にあふれるこのくだらない論争がテーマ。あえて真剣にガチで討論してみようという実験的な企画なんです。そんなくだらない論争の筆頭ともいえるのがこのレモンかけるかけない問題。かけてる人ってかけてない人どっちの方が多いですか？そうですね、半々、本当半々に分かれますね。どっちかっていうのはちょっと正直難しいところで。ということで、居酒屋にいたお客さんに何の撮影か言わずカメラを設置、ウォッチングしてみることに。イエーイ、いただきます。やはり定番の唐揚げはすぐ注文が入った。すると、同席した友人が設置したカメラで遊んでいる間にレモンをキュー。僕はたくさん送らせていただいたんですけど、レモンかけましたよね。かけた、かけましたよね。かけた、こいつがね。私的にはレモンかけないですね、やっぱりね。でかけるぞって言って別のことを語ってるから、まあ無視無視。一言聞いたんですか？聞いた。俺はね、誠に遺憾ということをね表明したいですね。レモンかけるか聞いたが無視されたので、了解を得るのを諦めかけた。その行為に怒る男性。今度は男性3人組。こちらは何も言わず言った。ない。かけた側からすると何でもやっぱレモンかけると美味しいんで、みんなのために手を汚してまであれしたっていう、なんか勝手な思い込みであって好きじゃないやつもいるだろうって話で、かけるかかけないかは聞いてほしい、うん、と、たかが唐揚げにレモンですが、皆さんかなり熱い。だが、それ以上の熱量で憤る人物。日本唐揚げ協会会長、安久哲平さん。いきなりかけるのに本当やめてほしいんですよね。最初の一口は唐揚げをそのまんまの味わって食べていただきたいんですよ。唐揚げの大皿っていうのはいわば公共の場じゃないですか。個人的な考えでこうやって何かをしてしまうっていうのはやめていただきたい。もし勝手にかける人がいたら、僕はもう一個唐揚げを頼みます。こんな感じでどうでもいいことも本気で話すとこんなに面白い。そんなくだらない論争なら、論破王ひろゆきに一矢報いるチャンスかも。この後スタジオでガチンコ討論スタートです。では早速始めていきましょう。はい、ゲストをご紹介いたします。その厳しさから鬼マナー講師の異名を持ち、そして年間300件以上の講演や研修を行っていらっしゃいます、エレガントマナースクール学院長の平林美也子さんです。そしてもう一方、立命館大学食マネジメント学部教授で食事と感情の関係を分析されています心理学博士の和田裕二さんです。さあ早速ですね、どうでもいいことですけれども本気で討論していくということで、なぜかということで聞いていきたいと思います。後ほどモニターの結果をね発表したいと思いますけども、じゃあひろゆきさんからいきましょうか。 B かけないということですが、僕がかけないを選んだときに、かけたい人はかけれるし、かけない人はかけないままで、どっちの方が幸せになるかっていう総数でいくと、僕がかけない方が幸せになる総数は増えるんじゃないかなと思いました。自分はかけて食べたい、僕はどっちでもいいんですよ。でかけるって言っちゃってる人って、かけない人の自由を奪ってるじゃないですか。でかけない派は
かける派の自由もかけない派の自由も両方尊重してるんで、かける派は基本的にはちょっと頭悪いんじゃないかなと。宮前さんはかける派なんですね。そうですね。マナーも含めてどう考えたらいいですかこれは、うん、まずはかけないので味わってみて、うん、で唐揚げ本来の味をいただいて、それから周りの人にかけてもいいですかっていうふうに聞いてからかける派ですね。あ、じゃあ、はい、絶対肉は食べるってこと。そうですね、いただきます、はい、頂戴しますけれども、でも周りの人と一緒にいただくときは一人でいただくのは違うので、はい、うん、もしかしてレモンが飛ぶかもしれないし、はい、レモンの匂いが嫌いな方もいらっしゃると思うので、あ、うん、ただひろきさんみたいに、うん、僕はかけたらみんな幸せになる、そんなことはへりくつですね。であれば最初平林さんはかけないんだから B のかけない派じゃないですか。いえ、かけるのはかける、最終的にかけるんです。ただ最初は唐揚げだけの、かけないで食べたいっていう人の自由を奪うわけじゃないですか。それマナー違反じゃないですか。そんなのは自由とか、うん、ことではないですね。周りのことを考えて、レモンかけたくないっていう人がいるって、周りのことを考えているのであれば、レモンかけたくない人っていうのも自由を奪ってるわけじゃないですか。そんなことは自由じゃないって。あのレモンがついてるからお値段が高いだけだって。レモン嫌いっていう人もいますよね。だって世の中にレモン嫌いな人もいるわけじゃないですか。そうですね。それをその平林さんの思い込みで決めつけて行動をその制限するっていうのはそれマナー違反じゃないんですか。そのへりくつ聞きたくない。あらららら。聞きたくないかどうかではなく、マナー違反かどうかですよ。で認めたくなくてもあなたがやった方がマナー違反です。周りの人にまず聞いてるのと、それと作った方の考え方があると思うので、下味を濃くしている人もあるかと思うんですね、うん、お醤油とお酒で、はい、その場合はもうレモンがいらない場合もありますので、あ、レモン食べた上で判断すると。そうですね、そうですね、食べた上で判断する。だからかけたくないっていうひろきさんの言う意見もあるじゃないですか、はい、で自分のだけかけるってさもしいですよね、はいはい、やっぱりみんなのかけなきゃいけなくて、うん、でもかけないでほしいみたいなのがあるから、はい、自分のだけかけるは NG ですか。そうですね、自分のかけるのは構わないと思います、うん、ただかける時もレモンの、うん、ちょっと匂いが嫌いという人もあるので、ちょっと避けてかけるという考え方。どっちと腹立つのが、あの皮の方が栄養あるよっていう人いるじゃないですか、うん、はいはいはい、だから切れ目、今まで切れ目をこうやってギュッてやってたのに、はい、その皮の方を下にしてこうギュッてやるみたいな、本当に本当に本当に、で実際そっちの方が多分栄養あるっぽいんですけど、はい、聞いたんですけど、ただそうなった場合、この押した瞬間に果汁が上の方に行ったりするんですよね。一回手を通過して落ちるんで、逆噴射ですよね、はい、手汁もなんか一緒に、いや本当ですよ、それが俺、いやもう腹立ってるんですよ。いやだからね、かけない派の意見の中に、はい、人の手から人の手についた、うん、その果汁が垂れるのがすごい嫌だ。綺麗、ねはい、な人だったらいいんですけども、汚いおっさんの時嫌じゃないですか。だっておにぎり握られるのも嫌だって人がいたじゃないですか、はいはいはい、一時期議論になりましたよ ね、 そ、 うですね、それがあるんで、普通になら別にいいんですけど、はい、逆パターンが最近多いんですよこれ。そう、はい、大変だ。これをちょっとね、酒井さんいかがですか。でもちょっと告発になっちゃうかもしれないんですけど、こんなかけない派としてはっきりとして意見言ってたんですけど、こいつがレモンに、あ、唐揚げにレモンかけてるの何回も見たことある。これ言わせてもらっていいですか。特用ですか。やっぱりこの、いやだから俺は相方だからね。違う、は俺は多分あのひろゆきさんと戦いたくなくて、いつもかけてるけどかけないって言ったんだと、俺は俺は全部全部合わせてくると思ってる。お前戦えよ。いや、そうじゃない。戦えよ。お前戦えよ。ちょっと食事と感情の分析のコメントいただけますか。レモンをね、最初からかけたいっていうのは協調性を示したいとか、そういったようなあの日本人が多く持ってる特有っていうのがあるので、どっちかというと味というか社会性をそこでどう示すかっていう感じで、今の議論もみんなの前で食べるっていうのが大前提になってるんですけど、一人で食べるときはどう、まあかけないかもしれないし、かけるかもしれない、はい、僕こんなかけないとか言ってますけど、目の前であのダウンタウンの松本さんがかけてたら、かけた方が美味しいですもんねって言ってた。だから本当に目の前で唐揚げ権力者がかけてるとこを見たときに、僕はこの意見を言えるのかっていう。確かにそうです。というよりもマナーで言うと、あのかける人がいっぱいいたらやっぱりかけるっていうことのが、その場の人間関係とかね。そうですね、わかりました。さあではですね、皆さんの投票結果を見ていきましょうか。こういう結果になりました。どうぞ。お、かけないが、はい、63% ということですね。いや、なんか僕かけないが勝ったってことでいいんですよねこれ。
まあまあそういうことですかね。でもこっそりかけてるんでしょ。はい、そういうことでね。可愛くね。人と言い争いってだけだから。そういうことですね。結局奥さんがかけてたら誰下がらないわけですね。その通り。結果も変わるというね。ことがよくある。はい。はい、ということで一つ目はここまでにします。ありがとうございました。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。